ソフィア・バーサは、スウェーデン王、グスタフ・バーサと、その2番目の日、マルガレータ・レイオン・フーブッドの間の4女。ドイツのザクセン・ラウエンブルク公マグヌス2世と結婚した。ソフィアは1568年7月4日、マグヌス2世と結婚した。同じ日に、イボアニ・エリク14世と、カリン・モンス・ドッテルの結婚式が盛大に祝われており、 ソフィアの結婚式は目立たないものだった。夫のマグヌス2世は大酒のみで家臣や召使いを虐待するような人物であり、激しい嫉妬心から妻ソフィアにも身体的、精神的虐待を加え、ソフィアは精神を病んだ。1578年、兄を夕飯3世は、議定のマグヌス2世をスウェーデン国外へ追い出し、ソフィアにはエコルスンドと、 ベンガルンを報道として与えた。ソフィアは、エコルスンド城に陰性して、寄生を送った。精神を病んだままだったが、自分で火星を取り仕切る程度には回復した。1597年、ソフィアは、ラグンダとほぼを領地として与えられた。また1603年には、長く別離状態だった夫マグヌス2世と、死別している。ソフィアが、 夫との間に設けた一人息子グスタッフは、スモーランド地方の都市、カルマルの総督を務めたが、27歳で死去した。ありがとうございます。